い、どうもチャースレオシグです。本日の動画アップデート強化機体2機体目ですね。うちはゴールドフレームアマツということで、こいつね結構強くなってたし、何よりめちゃめちゃ楽しかった。新石体ね、いろいろ取らないといけなかったんだけど、この日はもうアマツハマしすぎて、アマツずーっと使ってましたね。まあ、て感じで、どこら辺が面白くなったかっていうと、やっぱね、一番大きいところで、変わった点としては、やっぱ後ろ突角。まあ、その前後突角のピョン角、今作ね、追加されたんですけど、まあ、回復兼ピョン角っていう感じなんですけど、これね、もともと、回復量が40で、火力も全然伸びなくて、まあ、なんか、回復したいようかな。もうどうしても見られてる状態で当てるようかなっていう感じで、まあ、あとはもうほぼね、そのピョン角ムーブの移動技っていう感じだったんですけど、今回からね、エピオンの大車輪同様、下まで持っていくんですけど、この技って。で、その下まで相手を持っていくときにダメージが発生するようになって、で、そのダメージが発生してるそのヒット数に応じて、回復量も増えるということで、これはかなり面白い調整だなと思いました。で、個人的にね、まずありがたいのが、火力が伸びるようになった点がね、嬉しいんですよね。この技は本当にもともとね、入れたら火力がめちゃめちゃ落ちるっていう感じだったんで、まあ本当にカット耐性気にして回復してときようっていう感じだったんだけど、今回からね、あれかな、高度が高い状態でやると239まで減るんですよ、この1回の後ろ突角だけで。で、回復量もね、ここ見ててほしいんだけど、まあ、一回ここオバヒヤ書きしてから、これでダルルルってやって、今ので大体50いくつ回復したのかな。これもともと40しか回復しなかったんですよ。で、これが最大で、64まで回復するようになったんで、これめちゃめちゃありがたいっす。まあ、回復量の方もね、ありがたいんだけど、個人的に火力が伸びるようになったってのがめちゃめちゃでかくて、このキャラね、火力伸ばしますってなった時に、どうしてもその、N 特角入れてから前派生のランサーダート突き刺しでボカーンってやるやつ。あ、ここうまい。ランサーダート突き刺しのね、派生やんないとね、火力伸びなかったんですけど、今ね、高度がある状態ならこの後ろ特角入れるだけで260とか平気で吹っ飛ぶんで、これね、マジででかいっすよ。もう回復しながら火力も出してカット耐性もあってってなったら、もう甘つみなにすらできなかったことなんで、これね、マジでありがたいっすね。っていう点で一つですね。で、もう一つがね、この試合ではあんま見れないから2試合目の方でまた話すんだけど、特殊射撃からの特殊射撃ガーセがめちゃめちゃ強くなってるから、それね、また2試合目の方で話そうと思います。さあ、といったんで、じゃあ残りの方を見ていこうと思ったら、とりあえず1試合目終了ですね。じゃあ2試合目の方でね、ちょっとその特殊射性がね、マジで結構エグい伸びしてたんで、それね、見てください。じゃあ2試合目見ていきましょう。いや、こいつはマジでハマった。超楽しい。はい、で、その特殊射性が何かっていうと、これ確か結構昔からあったような気がするんだけど、ミラコロからこいつ特殊射性でふわかくみたいなのが出るんですよ。で、まあ、そこそこ伸びがいいけど、まあ、でもなんか一歩相手に届かねえな、みたいな伸びだったんですけど、今回から凄まじい伸びになりました。ここ見といて。カバカリと見合ってる状況で、ここでミラコロを特殊で、これすごくない伸び。今までね、こんな伸び方しなかったんですよね。で、今の見合ってる状態でも当てれるんすよ。で、これさ、まあ、アマツミラのさ、ミラコロ前角とかって相手と見合ってる状態でも当てれたけど、アマツってさ、見られてるとなかなか当たんなかったじゃないですか。なんだけどね、今回から見合ってる状態でも結構差し込みにいけるから、これはマジでありがたいっすね。で、ね、この特殊射性ね、当て感のコツなんだけど、なんか、近距離で出すよりは、どっちかというと、ちょっとさっきみたいなカバカリに当てた時みたいに、距離が離れている状態でやると、一番ね、よく伸びてくれますね。ほんと伸びで当てる格闘っていう感じです。さあ、で、ここも特殊射性でグイッといって、なんかね、ここうまく覚醒と噛み合ったんで、そのままチューチュー回復していくと。さあ、回復して、そのまま、これね、後ろ発生がね、結構その後の硬直が短いんで、それで縦噛み合わせていきながら、覚醒ですね。さあ、445で覚醒8個とかできましたね。さあ、そこから覚醒技の格闘合成やったんですけど、これは当たらず、これもね、今回からの調整で、覚醒技のランサーダートが外れた後でも、格闘発生で、その後ね、覚醒技の2段目を出すことができます。まあ、これもなんかね、結構強かったといえば強かったんだけど、なんか、ま、でもね、その後にスーパーアーマーが乗ってるわけじゃないから、こうヒット革新でやるとかはやめた方がいいですね。といった感じの2試合目でした。じゃあ3試合目ね、残りの変更点だったりね、下格闘とかもね、いろいろ変わってるから見ていきましょう。ちなみにね、今回のね、アマツ視点、我ながら結構うまく動かしたと思う。てのをね、あれ楽しい、これ楽しいっつってね、いろいろ楽しく研究してたらね、かなりうまく扱いましたね。なんか結構今回はね、レオシグのいいところが出た視点な気がします。じゃあ残りの変更点にも見ながら3試合目見ていきましょう。さあ、ここはね、高度があったんで、しっかり、後ろとか差し込んで火力を出しつつ、さあ、クルアマツをもう一回後ろとか決めていって、そのままコンボ完走しかなり減りましたね、今。で、さらにもう片方にも、後ろとかコンボ決めていくと。
あね、これね、何がいいってね、このコンボ乾燥が早いんですよ、後ろ特化コンって。まあだから、コンボ乾燥が早くて、高度があったらダメージを出して、回復もできるということで、これマジで神武装っすよ。ね、さらにピョン角だから設置もあって、高飛びもできてということで、いや、ほんとにね、火の打ちどころがなくなった。もともとは回復量が少なくて、ね、結構ダメージも出なかったから、そこら辺でちょっとなーと思ってたんだけどね、そこら辺が改善されたからね、マジでいい格闘になりましたね。さあ、といったんで、ちょっと残りの変更点にも触れていくんですけど、あとは、なんかメインとかサブから下角のキャンセルがあるんだけど、これあんま使い方わかんなかったかな。さあ、といった感じで、今のね、後ろとかがあのコードで決めたらね、そっからコンボ入れたら多分300ぐらい減りますね。さあ、で、これ覚醒技決めて、覚醒技もね、見てください、この回復量。あそこのね、最終段前のところで、つかみのやつあるじゃん。あそこでね、連打すると回復量増やせるんですけど、なんとね、110っすよ、回復量。やばくないっすか、110って。さあ、という感じでね、かなり回復できたんで、この試合。覚醒もね、1落ち前に余裕で2回溜まりそうっすね。ね、結構ね、これ珍しくないっすね。なんか、もともとはね、やっぱ、なんか、回復量ね、後ろとか使うと少ねえから、どうしても覚醒回んねえなーなんて思ったんだけど、今ね、バンバンに覚醒回るんで、ワンチャン C 覚醒でね、相方に覚醒渡すなんて運用法もありかなーなんて思いました。じゃあ、本日ラストね、見ていきましょう。いや、なんかね、俺割とね、抵抗の持つ機体、暁以外だとなんかいろいろ迷走してたから、まあガブスレーとか乗ろうかななんて最近思ってたんだけど、その中でね、こいつは結構マジ求めてた機体っていうか、ピョン角持ってて、回復とかそういうオリジナリティがあって、で、まあ何よりね、こう結構攻めるキャラだからね、これはちょっとこれからもね、使っていこうかななんて思いました。そんぐらい本当にね、面白くなってた。さて、なんで、じゃあ本日ラストね、見ていきましょう。さあ、対戦相手がピースルフとビンゲルの遠征で、あれはビンゲル爆弾ですね。あ、ちなみに今やったメインサブからの下角のキャンセル、これも修正点ですね。まあなんかあんな感じでオバヒで使うぐらいかな。なんか下角自体は強いのは知ってたんだけど、なんかこうメインとかからキャンセル出す武装かって言われたらちょっと微妙だからどうなんだろうなっていう感じで、まあちょっとこれから運用法を考えていきたいななんて思ってます。さて、なんでここら辺はしっかりピョン角ムーブしつつ、このキャラのピョン角なんか使いやすいんだよな、結構なんかいい感じのコードといい感じの伸びしてるっていうか。さあ、で、ここはしっかり射撃発生から後ろ特化入れて、まあ、被弾はするんだけど回復もしていくと。いや、てかね、このね、後ろ特化マジ乾燥までが早いのが本当に便利。さあ、これ一度覚醒を吐いて、ここはプレッシャーでいなされてしまったが、ここは覚醒技入れ込めやかったっすね。さあ、覚醒中に被弾したんですけど、あー、これ当たんなかった、惜しい。覚醒中にね、被弾したといえど、耐久が240余ってると。さあ、回復しながらカットもされてるんで、もうダメージがもうどんどん、てかあれっすね、体力が全然減らないっすね。さあ、といつもまあ残りの体型は163なんで若干やばいんですけど、それよりもどっちかというと隣の体型の方がやばいんで、ここは一回食い止めていきたいか。さあ、お前ヒガガキだったりもしつつ、ここはピーセル引きたいですね。さあ、距離が開いてる状態から特殊特殊発生でこれね、届くんだなーって思った後に、トラクタービームに分からされました。さあ、ということでまたピーセルフの方行っていきましょう。さあ、覚醒は溜まってる状況。相方が多分覚醒でビンゲル落としてくれるんで、これはね、同じ技は二度効かんぞと、一度フェイントかけてから覚醒技で試合終了っすね。さあ、最後はチューチュー110回復してから叩きつけで試合終了と。はい、といった感じで今回、金枠の動画でした。いかがだったでしょうか。ね、マジで面白くなってた。こいつはね、修正機体の中でも一番楽しくなったと思う。てか、後ろ特化がマジで強くなった。じゃあ、行きましょう。はい、ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか、キーマク。なんか今回の実況の声のトーンでマジで楽しそうなのわかるでしょ。本当に楽しかった、こいつマジで。ね、ちょっとね、久々に、なんかマジでいい機体来たなと思ったから、本当にね、これからちょっと練習しようかなと思ってます。まあ、ただ、これ相方の機体が結構限定されるんで、まあ、3000でロック取れるようなキャラ、まあ、運命とか、あとはね、羽ゼロ。今回ユラが相方だったんだけど、ユラの羽ゼロとかとちょっとね、割とガチ編成で練習しようかなと思ってます。まあ、だから仕上がったらもう一回してあげようかななんて思ってるんでね、楽しみにしてください。といった感じで次回の動画も楽しみに。バイバイ。